萌えへの手法で表現されたウィキペタン。メイド服を着ている。萌えは日本の漫画やアニメ、ゲームなどに特有の絵のことである。見る者に萌えを感じさせる絵などと説明される。萌えへの対象となるのはおおよそ10代の少女である。特徴としては顔の大きさに対して目が大きいこと、口が小さいことが挙げられる。 メイド服などの不可的な萌え属性が加わる場合もある。なお、萌え絵を描くイラストレーターは絵師と呼ばれることがある。また、萌え絵が描かれた絵馬のことを板絵馬と呼ぶ。書籍、現代資格文化研究に記事を寄せたライターの有村優によれば、1990年代のイラストでは、影やハイライトを多く描き込むことにより、記事的に立体感を持たせた作品が主流であった。 しかし、2000年代初頭の萌えは影を減らすなどより、簡素な絵柄へと変貌し、光を意識して立体的に見せる手法が用いられるようになったと分析している。そのような新しい絵柄が生まれた当時、再色方法は様々であったが、描画用のソフトウェアやツールの技術向上に伴い、フルデジタルの制作環境でアナログ的な描画表現を再現した作品が多く、 現れるようになったとも解説している。一方、安西正幸によれば、萌えには共通のセオリーが存在するものの、単なる過去のイラストの焼き直しでは流行せず、常に新たな要素を取り込むことが必要とされるという。こうした萌えへの流行の変化は、コミックマーケットで見ることができる。初ヌミクの成功の理由は、萌えへのセオリーを踏まえたことにあるとする説もある。ありがとうございます。